大津パーキングエリアは、新潟県長岡市宮本東方町並びに、同市大石前館町にある、北陸自動車道のパーキングエリアである。東 PA にスマートインターチェンジを併設する事業が2020年10月23日付で、国土交通省より新規事業化された。大津パーキングエリア PA 内にある高速バス、停留所、停車路線新潟県、 県外高速バス路線図新潟県県内高速バス路線図北陸自動車道20周年記念し日本道路公団金沢管理局1993年3月72ページ高速道路会社への事業許可及びスマートインターチェンジの準備段階調査への採択等を行いました国土交通省道路局2020年10月24日閲覧 国交省、12カ所のスマート IC に、事業許可。三里スマートが、フル替え。釧路空港近隣の IC などにも連結許可。トラベルウォッチ、2021年7月21日、閲覧。高速のスマート IC 新たに、全国12カ所新設へ、準備調査も東関東道、迷信などで採択。乗り物ニュース、2021年7月21日閲覧高速のスマート i c 新たに全国1 2カ所新設へ準備調査も東関東道名神などで採択乗り物ニュース2 0 2 1年7月2 1日閲覧 大津ミスマート IC 事業家決定 PA との連絡動設置へ。新潟日報、m o r https コロンスラッシュスラッシュ www.niigata-nippo.co.jp スラッシュニューススラッシュローカルスラッシュ 202011055793177.html2021 年7月21日閲覧ありがとうございます。